しょう。今日は2013年の1月7日ですね、明けましておめでとうございますということで、今年最初の門前講堂です。朝日新聞の朝刊一面には、あ、面白い記事がありまして、深夜0時奪われた踊りということで、風俗営業法を食らう規制。私は知らなかったんですけども、この風俗営業法というのがあって、それでこのクラブっていうのが、クラブを対象に、12時以降踊っちゃいけないって言うんですな。こういう法律がある。で、まあ、それに対して、その改正を求める人たちが今活動を始めているということなんですけども、2年ぐらい前からこの取り締まりが厳しくなって、実際に警察がその踊ってるところに踏み込んで踊らせた人たちを逮捕するなんてことが起きてるらしいんですね。一体何のためのこういう法律なんだろう。まあ、風俗営業法というのは、まあ売春とかそういうものを商売にすることを取り締まったりする法律だというふうに思ってるわけですが、人が屋内で踊ることに対して警察が取り締まるなんていうことが許されていいのか、こんな法律があるのか。問題はですね、なぜその取り締まるかというと、男女間の享楽的な雰囲気が過度にわたる可能性が理由なんだそうですよ。余計なお世話立つんですね。なんで、人が踊ることで男女間の享楽が過度に渡る、享楽的雰囲気が過度に渡るかどうかなんて警察に監視してほしくない、こういうアホな法律が残っているということ自体が問題であって、まあ、誰の責任かといえば、これは政治家の責任ですよ。法律というのは全て国会で決めるわけですから、国会の中でこういうことが、こういうものが議論されて、おかしいものを改正していくのが法律、政治家の役目、国会議員の役目なんですよね。で、それをやらない国会議員というのは批判されていかなければいけない。それはマスコミがちゃんと国民の声を拾い上げながらやっていかなければいけない。今までにもこんなことがもう2年ぐらい前から摘発されてる人がいるということなんで、マスコミは知ってたはずなんですけど、私は聞いたことがないしね、問題だというふうに思います。今日は同様ではなくてですね、休みの間うちの息子が借りてきた DVD を見てて、あ、この歌いいなと思ってちょっと練習しましたけども、まだ覚えられないんですけども、三丁目の夕日の2番目のやつですか、続3丁目の夕日の最後のエンディングで、歌われていた花の名という歌を歌っています。あ、いいなと思ったんですけども、えらい難しいですね。何回も練習したんですが覚えられない。でもまあやってみます。一緒に見た空を忘れても、一緒にいたことは忘れない、あなたが花なら、たくさんのそれらと
変わりないのかもしれない、そこから一つを選んだ僕だけに歌える歌がある、あなただけに聞こえる歌がある、僕がここにあることはあなたのあった証拠で、僕がここに置く歌はあなたと置いた証拠で、生きる力を借りたから、生きているうちに返さなきゃ、涙や笑顔を忘れた時だけ思い出してください、同じ苦しみに迷ったあなただけに歌える歌がある、僕だけに聞こえる歌がある、みんな会いたい人がいる、みんな待っている人がいる、会いたい人がいるのなら、それを待っている人がいる、いつでもあなたが花なら、たくさんのそれらと変わりないのかもしれない、そこから一つを選んだ僕だけに、あなただけに、いつか涙や笑顔を忘れた時だけ思い出してください、迷わず一つを選んだあなただけに歌える歌がある、僕だけに聞こえる歌がある、僕だけを待っている人がいる、あなただけに会いたい人がいる。今日はこれぐらいにしておきます。